地図氷川神社は、東京都目黒区大橋にある神社。上目黒氷川神社、大橋氷川神社とも称される。当神社は、天正年間に、当地の旧家家藤氏が、貝の国、上野原のうぶすながみをこの地に迎えたものであると、言われている。その後、明治11年に、上目黒一の八にあった浅間神社を当神社に遷座。明治45年に、 北の神社を合祀したものと言われている。名所江戸百景に見る、目黒元富士江戸時代、富士山を対象とした民間信仰が広まった。人々は富士高なる集まりを作り、富士山に登頂したほか、身近なところに富士山を模した富士塚を築き、祠を作った。目黒区内では、現在の上目黒一の八付近に文化9年に築かれたものがあり、 高さは12メートルあった。文政2年には、現在の中目黒2の一にも新しく、藤塚が築かれたことから、上目黒にある方を、元藤と呼び、中目黒に作られた方を、新藤と呼んだ。いずれの藤塚も、歌川広重の名所井戸百景に描かれた名所であった。元藤は、百七十八年に同地が、岩倉智もの別邸となった際に、石誇らや、 石碑類が上目黒氷川神社に移され、浅間神社も同神社内に遷座した。塚の場所はその後、根塚一郎邸となり、1939年の改築の際に破壊された。新富士も1959年に取り壊された。その後、1977年に上目黒氷川神社内の一角が新たな目黒富士とされ、毎年7月には、 山開きの例祭が行われている。a b 歴史を訪ねて、富士港東京都目黒区、2019年5月8日、閲覧。目黒と、富士東京都目黒区、2019年5月8日、閲覧。目黒区教育委員会編、目黒の文化財135ページ目黒区教育委員会編、目黒の文化財136ページ。ありがとうございます。